縁起物語。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアピシャモン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、ありがとう。なになに、ここどこ、すごいおしゃれじゃない、うん、ホームは天下の家やろ、うん、そうやったら天下のバースデーは別の場所でやろってアモンとかしずきと話してて。そうそう、そうなの、ありがとう。たまにはおしゃれなこと言うのよなこいつらも。そうだよ、そうだよ。嬉しい、褒められると照れるな、うん、ということで早速バースデー企画をやっていきましょう。本日の企画はこちら、毘沙門天下の運を試せ、運試しバースデーヤミナベ。やったー、バースデーヤミナベなんだね。まああくまでもヤミナベ、そう、うんうん、天下の運を試せ、運試しバースデーヤミナベですから。まあ前回はね、こう毘沙門にびっくりさせられたからな、うん、今回は俺らからのサプライズ。そうそうそう、でもでもヤミナベ企画もやりたかったから、もう一回できて嬉しいよ。おほほ、今回は当たりの食材が1個、うん、通常の食材が6個、6個、あ、闇食材が5個、おお、激闇の食材が3個、結構あるな。そして今回は新たに謎食材が3個の謎計18個の食材が用意されてますということでございます。謎って謎ってなんだ、なんやろな、怖いよ、怖いよな。そして今回も煮込みのサポートでマスターに来てもらった。お、マスター、マスター、ありがとう、ありがとう、ありがとうな、ありがとうございます、お願いします、ありがとう。みんなで天下のバースデー祝えるように楽しんでいきましょう。ということで前回同様早速具材を引いていきましょう。オッケー、オッケー、縁起物語。天下の誕生日やからいいもん引いたらな。すごいの引いた、ロブスター。マジレインボーやからこれ絶対いい食材。前回俺が2回連続闇食材だったんだよな。今回の食材は闇じゃなくあってくれ。これは多分闇だろ、もう楽しみにしておこう。たい焼き、たい焼き、よいしょ、パクチョイ、なにこれ。パクチョイ、まあでもなんか美味しそうな感じはするんでいいかなと思います。よーし、今年の運勢だもんね、いい具材が当たりますように。おー、にんじん、もうちょっとひどいの当てた方がよかったかな。まあでも他のメンバーがきっとひどい食材当ててくれてるよね。いやー、今回も目隠しか、ドキドキすんな。まあマスター曰く前回よりもパワーアップしてるらしいから気をつけてくれ。そうなんだ、エンタメ的に面白い絵面になってるといいな。ほな、ちょっと怖いけど食べていこうか。おっし、よし、せーの、いただきます。うわ、ええ、なんか、え、ちょっと甘くない？甘いな、なんか甘いよね、甘い匂いするよな、甘い匂いする、え、うわ。早い。いや、前回は結構まともな食材だったから、うん、ちょっとしっかり持ってみて、なんか混ざってない、え、うわ、あ、え、おいしい、だしうまいぞ、だしうまいな、なんこれ、あ、野菜入ってない、なんこれ、白菜、んなんか白菜、なんか練り物っぽいやつない、うそ、甘いのある、人参います、これは人参でしょ、この甘さ、あー人参だ、ね、え、人参当てたやついる、人参当てた、あ、あ、じゃあ人参か、人参や、美味しい、じゃあ人参一つな、人参美味しい、でもなんか今ね、でも俺ないよ、ぐにゃっとした甘いやつがあった、え、え、あ、うん、やっぱ人参だ、あ、え、なんかあるよな、やばいやつ来た、あ、でもこれな、あ、わかった、これマシュマロやな、マシュマロだ、マシュマロ、マシュマロ、マシュマロは、どこだマシュマロ、俺です、うわー、お前か、やりやがったな、人参と白菜と、あ、白菜か、白菜あるよね、白菜は、白菜っぽい食感の、あ、もちゃうもんな、俺白菜じゃない、俺ね、自分で引いたやつ何かわからないんだよね、どういうこと、どういうこと、いや、あの、初めて聞くやつで、これのことなのかな、野菜だった、野菜だった、多分野菜っぽい名前、あ、じゃあそれかな、俺の難しいわ、
え、どこにあんの？え、あと、え、あと1個見つかんないんだけど。俺のな、だしに入ってんのかな、ひょっとしたら。魚介類に出会った人いない？え、やっぱ魚介類、やっぱ魚介系だよな。魚介の香りするもんね。わかる。あの、だから練り物じゃないんだ。俺とんでもない魚介類当ててん。ええ、うん、まあ多分そんな量取れへんやろうから、うん、入ってへん人もいると思う。フグ違うな。そんなフグ違うな。タイでも違うね。エビ。お、実際鍋を持ってきて答え合わせしましょう。オッケーイ。はい、それではマスターが鍋と答えをここに持ってきてくれたので、よし、ありがとう。みんなでアイマスク外しましょう。はい、行くよ。取っちゃいます。せーの。何これ、見た目やばい。これ何？私、福禄小次郎が引いた商品、ロブスターでございます。すげえ。シモンが？俺ね、パクチョイ。パクチョイの仲間。へー、わかんない。だから俺もわかんなくて、でもパクチーっぽい感じなのかな。で、天下が？僕、本日の主役は人参の普通人参ノーマル食材普通人参シャック。いいよ。そして、俺がマシュマロ。マシュマロやったね。毒色のマシュマロやな。またやったな。マシュマロ一つ入るだけで変わるね。でもね、変わる。マジで引きすごいな。確かに。いや、本当に勘弁してほしい。ロブスターでも入ってたの気づかなかった。多分気づかない。だし取ってるってことやんな。だからすごい。これで出汁を。だからだ。濃かったよな。確かに。これの出汁にマシュマロが吸ったから、なんかちょっとあのすり身っぽい感じになったんだ。そうだ、それだ、ね、すり身の正体、それだ。確かに。なるほどね。人参は人参だったしね。てなわけで、この勢いで2回目行ってみたいと思います。よし。じゃあ2回目は逆順で僕から引いていこうかな。頼むぞ。主役頼んだ。みんな目つぶってる？つぶってるよ。つぶってる。僕たちが持ってるってところを見せてあげる。頼むぜ。本日の主役は頼むぞ。これだ。おー、どっちだ。どっちだ。おー、まあ楽しみにしてて。おー、ちょっと好感触やな。じゃあ僕も目つぶるね。はい、はい、ハモンか。よし、じゃあどれにしようかな。頼むよ、ハモン。これだ。なるほど。なんだ。まあ、いいんじゃないかな。いい方？いい方？いい方と思うよ。ほら、しずき。でも、Cくんの引きは信頼できるからね。それはどっちの意味で？こっちバラエティ的な意味で。めちゃめちゃ気になる。一番手前を。どす黒いカード引いてんちゃう。どうだ、その無言が怖いんだよな。そうか、黒いのがヤバい食材か。なるほどな。お、まあそういうこともあるよな。どういうこと。どっちだ。納得する。OK、じゃあ行くわ。じゃあ最後こちら、ラスト。俺これにするわ。おなんだなんだなんだろう。ドン。どっちだよ、その反応は。そうか、普通ってことか。何怖い。ちょっとがっかりっぽいもんね。天下の誕生日をド派手に祝いたかったんけどな。どっちだろう。では目を開けてください。はーい。出揃いましたか。出揃いました。出揃いましたね。それでは今からマスターにこのカードを渡して煮込んでもらいましょう。怖えーなー。お願いします。はい、というわけで、はい、うん、2個目の食材もマスターに煮込んでもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます、マスター。さっきのね、ロブスターとかマシュマロとか入ってた、うん、あのだしに直接。どうで？追加で4個新しいやつじゃないんだ。入ってるんで、継ぎ足しってやつですか。なんかやっぱ、ね、香るもん。香るな、マシュマロがまだいるな。そうやな。ちょっとじゃあまず匂いからこれでいこう。おなんか甘い。あ、なんかまた、待って、でもなんか嗅いだことあるこの匂い。俺の好きな匂いがするかもしれない。嘘。まさか。いただきまーす。いただきまーす。ちょっと俺もスープか。結構なボリュームあるよ。しょっぱい。これまずくない、まずくない。なんかでかいのある。なんかしょっぱい。どうする。これなんかさ、プリプリしてるのあるよね。噛みたくない。なにこれ。待って、こんにゃくじゃないよな。こんにゃくじゃないよな。なんかはんぺんよりちょっと硬いよね。なんか卵っぽくない。あ、卵っぽいかも。白身のゆで卵みたいな、うん、そう、カワラみたいなね。普通にちょっと美味しいのあるよね。美味しいのあるやろ。油揚げみたいな。油揚げ。私、油揚げです。おー、おー、
キノコいます。お、キノコ、それ多分俺なんだけど、うん、何かわかんない。え、これなんやろ、マジでかいやつ。でかいのなんだろうね、全然わかんない。でかいのわかんない。卵みたいな味するやつな。あ、なんかさ、一つだけ言えんのはさ、うん、美味しない。この塊なんだろう。これ気になるなぁ、マジで。でも美味しいんだよな、これ。うん、本当か。でもさ、これだけをちょっとしっかり味わってみてよ。あんまり、あんまりなんか、これ自体はな、そんな、これ自体はなんか、出汁に入ってると卵かなって思うけど、うん、これなんや。なんだ。これなんや、マジで。俺は四角じゃない。え、あ、でも、あ、もしかしたら四角なのかもしれない、これ。どういうこと？どういうこと？なんか可能性はあるんだよ、そういう加工物。いや、素材。素材、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 素材。それ食べれるものなんだよね。いや、俺は食べれるものだと思ったことはない。パクパク食べちゃってるよ。絶対にこの四角いのはビシャモン。そうかな。え、何、そういう感じなの？怖いんだけど、マジで。でも僕これを四角い形状で見たことがない。液体に近いかな。そう、俺も液体に近い。福禄さんからお知らせです。はいはい、完食しました。すごい。これは何ですか？これ何？怖いんですけど。多分ね、知らない方がいいと思う。じゃあおめえやめようよ、そういうの。美味しくて全部食べたで。とりあえず答え合わせいこうか。はい、はい、というわけで、はい、またマスターが答えをここに持ってきてくれました。おー、ありがとうマスター。ごめんマスター、本当にごめん。え、何？え、なんだったマジで。本当にわからない。ほな、みんなで答え見ていきましょう。よし、はい、うん、ではアイマスクオープン。オープン、オープン。え、やっぱそうだよな。うおー、え、なになになに。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。思ってたビジュアルじゃない。一個ずつ言ってくわ。はい、そうだね。俺、ノーマル食材、油揚げ。あー、はいはいはい、うんうんうん。アモン。俺が、まあ、謎のキノコだ。そうやな。だから何のキノコだったか。うん、なあ、僕がイカスミ。なるほど。だからみんなちょっと今、ごめんね。口黒。まあ、イカスミはいいんだよ。それはいいんだよ、イカスミはいいんだよ。ドス黒い、ドス黒い、ドス黒いもん、見た目が。でだよ、俺が最後が、カモの血。ちょっと待って、カモの血。俺たちカモの血を卵とか言ってたの。そう、だからこれ俺は、うわ、だからビシャモンとの会話で、うん、まあ液体がなって思ってて、だからもう、ね、多分これはカモの血がこう固められたものだって思いながら、まあ、だからさ、これイカスミで真っ黒だからあれだけどさ、うん、元は赤いのかな。そう、あ、血を固めたものってことか。そうやな。うん、そう、待って、なんか今思ったらちょっと血圧上がってきてます。なんかちょっとドキドキしてきた。これはなんだろう、この気持ち。なるほどな、すごいね。なんか闇鍋企画、ちゃんと闇鍋になったな。全然話進まなかった。いや、俺らもそれ言われてから気分悪くなった。そうやな。なんか鴨の血もバクバク飲んだし、ゴクゴク飲んで、なんかもう元気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 。せっかくなんで、うん、全部のカード、うん、お、確かに何の商品具材があったのかっていうのを、他にも何あったんだろう、気になるね。確認していきましょう。見たい見たい。まず普通の食材がね、あの白で書かれてるやつ。なるほどね。人参、ネギ、白菜、春雨、鶏肉、うん、油揚げがありましたと。で、まあ最初に出た高級食材、ロブスター。ロブスター、ロブスター、これがありましたと。一番最初の、点これを引き当てた方は、うん、私でーす。さすが。で、ちょっと変わった食材、うん、特別食材としてこの緑色のパクチョイ。パクチョイ、パクチョイ と、 パクチョイ、ね、あと謎のキノコ。謎のキノコ。謎だらけや。俺どっちも引いた。なあ、すごいよな。でも俺どっちも分かんないからさ、食べてる時どんな味するかも、どっちも。そうだよね。リアクションも俺のかなって感じだったら、パクチョイとか知らないとパクチーかななんて思っちゃうしね。そう思うよな。匂いがきついのかなって思う。結構見た目はなんかチンゲン菜みたいな感じだった。そうやね。そうだね。意外と美味しそう。美味しそうだったね。で、エディフルフラワーというやつも実は謎食材。エディフルフラワー、知らんの。紫の食材、うん、闇食材。今回は闇食材は1個だけ出ました。静岡最初に聞いた。やってくれたな、マシュマロ。中でも中でも中でもだよな。中でもだもん。だいぶ世界変わったよな。納豆だ
ったらちゃんとわかるし、セロリだったら大丈夫だし、まあ、アモの大生がお、つみれないってずいぶん甘すぎるつみれだな。ちゃんとこう魚介のスープ吸ったマシュマロだったからロブスター味の柔らかいやつだったな。なんかはんぺん的なね感じになってて、そうな。そしてこっからでございます。そしてですよ、はい、天下当時好きが引いたイカスミとカモの血、うん、やばかったんですけど、いやのカモの血はねダメだよ。カモの血はちょっと、ね、俺今もちょっと心臓ドキドキしてる。わかる、大丈夫かなみたいな、今日寝れるかなみたいな、あるよな。でだよ、うん、あれ何見えます、クロコダイル。あ、もう一個あるのか、クロコダイルというのがあります。クロコダイルで、なんとクロコダイルは、うん、ちょっとぜひハッピーのみんなにも見てもらいたいということで、おー、いいね、持ってきてくれました。バスターバスター、え、じゃあ、バスターボーイ、バスターボーイ、バスターボーイ、あげろ、いや、怖い怖い、バスターボーイ、せーの、うわー、うわー、やばい、すごい、やばい、めちゃくちゃワニ。え、でも、でもなんかちょっと美味しそう。すっごいこんがり焼けてる。焼いてあんや。いい匂いする。食べていいって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 。マスターが食べていいって食べれるように調理しちゃって。じゃあ、医者もちょっと行ってみる。ああ、マスターありがとう。いただきます。硬いんじゃないか、でも。どう？あ、そんなことないか。うん。あ。え？生臭い。まあそうやな。そっか、まあそうだよな。え、何に近い？鶏肉に近い。や、鶏肉に近い、鶏肉に近いし、味付けもそうしてくれてるから。ああ、鶏肉食べやすいしけど、ちょっと硬くて生臭い。獣の香りがな。獣の香りがする。あー、すごい。でもなかなかない経験だからありがたいよね。嬉しい。というわけで、改めてですが、うん、天下がね、22歳を迎えたということで22歳の抱負をクロコダイルを食べた後にこの中でちょっと語っていただきたいなと思います。すごい流れだな。改めて僕ってこういう流れでみんなに振ってたんだね。そうやね、そうだよ、無茶振りしてたんだよ。そんな気持ちじゃないのよ。4月なんてまだまだ先だななんて思ってたのにな。そうやね、あっという間だ。あっという間やん、うん。いやでもね、うん、僕バースデーすごいみんなの見ててさ、うん、すごい楽しみだったから、こうして祝ってもらえてすっごい嬉しいし、うんうん、ハッピーも多分この動画たくさん見てくれると思うから、うん、本当に嬉しく思ってる、うんうん、これからもね、僕たち縁起物として笑いの絶えないような活動をこれからも続けていくから、うん、今後も応援のほどよろしくお願いします。改めて天下お誕生日おめでとう。おめでとう、ありがとう、ありがとう、おめでとう、おめでとう、イエーイ。よう、ワニ食べた後にそんな喋れるわ。本当だよ、本当だよ。まだ口の中、生臭い。チャンネル登録してね。